吉田さん、お疲れ様です。ロッキーはね、最後に勝つんですよね。というか、これ間違いなんですよ。ロッキーは第1作では負けてるんですよ。負けたのに名作になったんですよ。うん。で、ロッキーの1作目ってあの、世界チャンピオンのアポロっていうね、すごい強いヘビー級の黒人ボクサーが、相手が急に試合を恐れていなくなっちゃったんで、自分の作ったね、カードが無駄になるじゃないかと。おい、誰かいねえのか。じゃあ、こうなったらね、話題性でいこう。 みんな俺をビビって対戦受けないからもう無名なやつにチャンスをやる無名なやつかかってこいみたいな感じで募集したら用心棒をしていたあロッキーがね「俺ちょっとあれやってみようかな」と多分勝てないだろうけども最後まで立っていられたら何かが変わるような気がするんだよねっていうことで最後のラウンドまでもうねどんだけパンチを食らっても自分はもう一回立ち上がるんだっていうところをね見せるためにリングに立つんですよ。 で叩きのめされてね何回も立ち上がってきて最終ラウンドも最後まで戦い抜くんだけども全然こう勝てなくって負けるんですよね負けたんだけどもあの優勝はチャンピオンですって言われてね歓声がアポロの方に沸き起こるんだけどもでもカメラの方は敗北したたるロッキーに焦点を当ててでそこに感動したエイドリアンが、まあ、あのロッキー大好きみたいな感じになってあ美しい負け方ってあるんだなと負けるだけが 負けななんんじゃないんだなななっってていうのはね、まあ、そんんドラマ構成になってるんですよか、ね、らロッキーはね最初負けてるんですよ。でその後も負けるんですよ。しまいにはロッキー・ザ・ファイナルでは負けてるんですよ最後。<laughs> 最後は60歳になったロッキーが現役チャンピオンにもう一回ボクシングしたいっていう気持ちとその現役チャンピオンも自分が強すぎて相手がいなくなっちゃったんでじゃあ 過去の伝説のロッキーとやってみたらどうなるのかなって感じでお互いがリングに登るとでもやっぱり60歳のロッキーがね20代の新進気鋭のチャンピオンの現役に勝てるわけなくてロッキー負けるんですよ負けたのに大歓声を浴びて最後ね去っていくところに、まあ、ドラマがあるんですよねだから主人公が負けて名作ってのもあるわけですよその最終的には主人公が勝つことが分かっていてこのドラマを見る例が多いんですけどもあのどんな負け方をするのかなっていうところで何回も何回もね あの敗北に酔いしれるわけではないんですがかっこよく負けると人生は百戦百勝じゃなくて負けるときもあるけども負けるときにねああだこうだと言い訳をしたりとか振り返ってあのときもうちょっとやっときゃよかったって言うんじゃなくて精一杯やったからこの負けは受け入れようっていうふうなね負けを受け入れるところですね、うん、負けたときこそ胸を張れじゃないですけどね怪事じゃないですけどもそういったところが感動を呼ぶってこともあるんですよ、ね、そしょうねアニメの中にも 正義の味方が実はね悪魔の手先だったみたいなオチのストーリーがあるわけですよ一つはね昔やっていた機動戦士ガンダムの前作品でザンボット3っていうのがあるんですよねこのザンボット3っていうドラマはアニメーションは何かっていうと宇宙の彼方からねなんかね地球を攻めてくるモンスターが次々とやってくるんですよで同じ宇宙人で地球を救いたいっていう思いに駆られた地球に住んでいる あのザンボット3の、ね、メンバーが昔の古代遺跡を掘り起こしてそこでザンボット3をはじめとする超兵器をね宇宙人の作った超兵器を動かしてで地球を攻めてくるモンスターに対してものすごく戦いを挑んでいってどん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 押し返していくんですよねで最終的に地球を守って、あのー、そのモンスターを破壊するんですけどもそのモンスターにね言われるんですよお前ら何で地球を守るために戦うんだ余計なことすんなっていうわけなんですよ で、何言ってんだ地球は俺たちの惑星だから地球のみんなを守るために戦って当たり前じゃないかって言うんですよ。でもその戦いの過程で地球人はお前らみたいなね残没釣りみたいな奴らがいるから宇宙人が攻めてくるんだっていう風なすごい誤解をしてバッシングを残没釣りの面つってらのを受けるわけですよ。そのバッシングの中でもでも戦わずにはいられない地球を守りたいんだよって気持ちでどん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 ね抵抗していくんですけども最終的にモンスターを全部やっつけた後に 宇宙の会議で地球は有害な惑星で地球は地球人同士殺し合ったり騙し合ったりしてとんでもない惑星だからもうこれは宇宙から排除しようっていうそういった正義の使命を帯びて地球を攻めてきてるのになんでお前らはこの私たちモンスターのね宇宙の真理を守ろうとする俺たちを邪魔するんだっていうふうな展開になるわけですよ。で今回の俺たちのモンスター排除できたけども次も来るからなみたいな感じで、ね「え次もあんのかよ」みたいな。 でその時には残没地のメンバーはもうほぼ全滅していてみんな死んじゃってるんですよだから次にモンスターが攻めてきたらもう防御する術がないんですよねなのになんでお前らは同じ俺たちの同胞でありながらねモンスターの一味でありながら地球人の味方をして結局は滅ぼされるう地球人類のためそして地球人類が感謝してるかって言ったらそうじゃなくてお前らのせいで地球がこんな目にあったんだっていうふうに責められるでしょそんなやつらのために戦って何の意味があったんだって答えるわけですよ で最後その答えに困りながらも最終回を迎えるっていう,うな,、ね、なんとも後味の悪いラストシーンになってくるわけなんですよね。であとね海のトリトンっていうのも有名な話です。海のトリトンっていうのは手塚治虫さんが作った作品だと思いますけどもこれ海のトリトンっていうのはねポセイドンっていう悪の組織がいてでトリトンっていう正義の味方がいて戦うんですよね。 で、トリトンっていうのは強いんで、どん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 ね、ポセイドン軍団を打ち破っていって、最後、ポセイドン軍団をこう壊滅するために、その海底のね、あの、町に行くんですよ。で、そこでポセイドンを全滅させるんですよね。で、ポセイドンし支配していた最後のボスみたいなのが、あの、トリトンに語りかけるんですよ。お前らはなんで俺たちを滅ぼそうとするんだ。そして滅ぼすんだ。と俺たちはただ、静かに暮らしていたいだけだったのに、お前らトリトン族が、私たちがね、 平和に住んでいた地球をどん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 追いやってだんだん私たちは戦いを避けるために地下に逃れて地底に逃れて海底に逃れて細々とやってきたのになんでお前らは次から次へとねその隠れているところ逃げようとしているところを攻めてきて根、ね、絶しにするんだっていうわけなんですよでトリトンは地球を守る正義のために働いてきたはずなのにあれいつの間にか自分が侵略者になっていたぞって感じで最後こう発狂して終わるんですよねトリトンっていうのはちっちゃい少年ですよ 10歳か12歳ぐらいのね、それを剣を振りかざして、イルカに乗って、本当に勇まして正義の味方みたいに戦っていたんだけどもあの、それをずっと見ていた少年たちね、私もそうですけども、最後にね、あれいつの間にか防御のためじゃなくて、単なる侵略のための戦いに変わってるぞみたいなね、もうそんなラストシーンだったんですよね。もう最後、本当これも後味が悪いんですよ。正義の味方だったはずのトリトンが、実は悪の手先として、 あの平和に暮らしていたポセイドンという民族を女子ども老人見境なく全部全滅させたんですよねこれは一体何だろうかと思いましたねだからそれをねあの時代に投げ込む投げかけた手治虫さんの才能ってのはすげえなと思いますよねということで今回はね「の海のトリトン」という,ねいうことにさせてもらいましたうん,なんかねやっぱこういろんな形のストーリーがあってどこにも考えさせられる点があるなというとこでございますねう ロッキーはね負けていたんですよ結構結構作品の中で負けていましたね。うん、まあ、しまいにはロッキー5なんてのはねあのストリートファイトで終わりましたからねリングの上じゃなくて酒場で飲んでるところに自分の元弟子がねこう来て「お前ロッキーこの野郎う俺をバカにしやがってぶしかましてやる」みたいな感じで挑戦しかけてくるんですよでプロモーターが「待てここでやったら単なる喧嘩だ警察来るぞ」 訴訟になるぞリングの上でやるリングの上でやるんだ」って言うんですけどももう止まらなかったんですよ「俺のリングはそこだ」って言っらねぶちのめして終わるみたいなね <laughs> 単なる傷害事件だったというねうんあのロッキーシリーズの中でもなんでこんな作品作ったのっていうのはスタローン自身も後悔してる作品が一つでしたね。